テキサスゴファーガメは、陸ガメかゴファーガメ属に分類されるカメ。アメリカ合衆国、メキシコ最大高潮24センチメートルとゴファーガメ、属性少種。C カンパンは第3、C カンパンが最も幅広い。液化カンパンは左右に2枚ずつある。前肢の第1肢の爪から第3肢の爪までの間隔は、後肢の第1肢の爪から第3肢の爪までの間隔と、 等しい。頭部の色彩は、高褐色の個体が多いが、赤褐色の個体もいる。卵は、長径4から5.4センチメートル、短径2.9から3.4センチメートル、標高884メートル以下にある、半砂漠地帯、矢淵、森林などに生息する。同族多種と異なり深い穴を掘ることは極めて稀だが、 植物の根元などにくぼみを掘って休む場所を作る。年間を通して複数のくぼみを使用し、大型化したものでは深さ5 0 0トルに達した例もある。植生は植物食傾向の強い雑食で、主に草、花、果実などを食べるが、昆虫類、貝類、動物の死骸や糞を食べることもある。繁殖形態は乱生。 テキサス州では6の9月に交尾を行い、4から7月に1回に1から5個の卵を落としに1から2回に分けて産む。卵は飼育下では88から118日で孵化した例がある。開発による生息地の破壊、交通事故、ペット用の採集などにより生息数が減少している。生息地では法的に保護の対象とされ、採集や輸出が厳しく制限されている。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通は極めて稀。ありがとうございます。